ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。どうしたの？霊夢は巨大生物と言ったら何を思い浮かべる？やっぱり、シロナガスクジラかな。ありきたりだな。他には？他には思い浮かばないな。地球には、もっとたくさんの巨大生物がいるのに。そうなの？ああ、絶滅してしまった生物も、今も生きている生物も巨大な生物はたくさんいるんだぞ。ってことで今回は実在する巨大生物10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは、北幽霊クラゲだ。北幽霊クラゲはオーストラリアとニュージーランド周辺に生息しているんだ。傘の大きさが 2.3 メートル、触手の一部は37メートルにも達するんだぜ。めちゃめちゃ大きい。だろ？北幽霊クラゲは毒針のある無数の細い赤銅色の触手が、絡まったような形状をしていて、北幽霊クラゲは四方に免疫のある魚や、動きな機敏な小魚の隠れ家にもなっているんだ。こんな大きいクラゲに隠れていたら、安全だろうね。二つ目に紹介するのは、ゴライアスバードイーターだ。南米のジャングルに生息するゴライアスバードイーターは、世界最大のクモとして知られているんだぜ。世界最大のクモって、どのくらいの大きさなの？体長が10センチで、足を広げると幅20センチを超えるんだ。小さくない？何言ってるんだ、霊夢。大人の手のひらくらいの大きさなんだぞ。10センチって聞くと、大したことなさそうだけど、手のひらサイズのクモって聞くと、かなりやばいね。ゴライアスバードイーターは、体中に身を守るための刺激毛を生やし、危険を察すると腹部の刺激毛を散らし飛ばすんだ。性質は攻撃的で、人間に対する毒性は強くないが、体が大きく胸郭も大きいため、噛まれると小型犬に噛まれるのと同じくらいの怪我をしてしまうんだ。めっちゃ怖い。三つ目に紹介するのは、イリエワニだ。イリエワニはワニの中で最大で、人間を襲って食べる可能性が最も高いと言われているんだぜ。平均的なオスは体長5メートル、体重450キロだが、体長7メートル、体重1トンの個体も珍しくないんだ。画像を見れば、めちゃめちゃ大きいのがわかるね。そうだな。イリエワニの生息域は広く、インド東部、東南アジア、オーストラリア北部の汽水または淡水域に生息しているんだ。泳ぎが非常にうまく、海上の沖合で目撃されることもあるんだぜ。イリエワニは普段どんなものを食べてるの？水牛や猿、イノシシ、サメなど、顎で捕らえられるものは何でも食べるんだ。獲物が水を飲みにやってくるのを、水辺の水面下に潜んでじっと待ち続け、筋肉質の尻尾を叩きつけるように振って突然水面から飛び出し、獲物に食らいついて水中に引きずり込み、獲物が溺れ死ぬのを待つんだ。人間も簡単に食べられちゃうんだろうな。四つ目に紹介するのは、ウマヅラコウモリだ。ウマヅラコウモリは体長 19.5 から 30.5 センチもあるコウモリなんだぜ。そんな大きなコウモリが目の前に現れたら、腰抜かしそう。確かに、そうだな。ウマヅラコウモリの生息地はアフリカ大陸北西部で、果実を主食とするオオコウモリ類に分類されているんだ。体は大きいけど、果物を食べてるんだね。ああ、マンゴーやバナナの熟した果実を噛みつぶし、果汁だけを飲んでいるんだ。日中は沼地や川の周辺に茂る林で休んでいて、夕方になると果実を探して飛び立つんだ。オスはメスの約2倍の体格を持ち、長く膨れた顔をしているんだ。顔が馬に似てるから、ウマヅラコウモリっていう名前になったんだね。そうなんだ。繁殖期になると、オスは決まった森に集まり、ブーブーという大きな音を出してメスを呼ぶんだ。オスの顔はより大きな音を出すために、膨れ上がったと考えられているんだぜ。5つ目に紹介するのは、オサガメだ。オサガメは地球上で最大のカメであり、体長約3メートルまで成長し、体重は900キログラムを超えるんだぜ。こんな大きなカメがいたんだね、知らなかったよ。オサガメの生息地は広く、大西洋や太平洋、インド洋の熱帯及び温帯の海域にわたるんだ。しかし、他の爬虫類とは異なり、オサガメは体温を水温より上に保つことができるので、北はカナダのブリティッシュコロンビア州、南は南アフリカの喜望峰などの氷に覆われた海でも発見されているんだぜ。いろんな場所で生息してるんだね。いつか見てみたいな。それは難しいかもしれないな。オサガメは地球上で最も深刻な絶滅の危機にある生物の一つだからな。え、そうなの？ああ、オサガメの寿命は45年以上だが、釣り糸や網など人間の脅威によって、多くのオサガメが寿命以前に死を迎えているんだ。他にも卵の違法採取や衛装置の破壊といった脅威があるんだ。孵化したばかりの幼生は、海岸沿いのネオンに引きつけられて海から離れてしまい命を落とすことも多い。また海に浮かぶプラスチックのゴミを、好物のクラゲと間違えて食べ、何百もの個体が死に至っているんだ。そうだったんだ。人間のせいで絶滅しそうな生き物がいるのは、悲しいね。6つ目に紹介するのは、
キタノボアケレジュネンシスだ。キタノボアケレジュネンシスは全長は、最大12から15メートルと言われていて、主食はなんとクロコダイルだったそうだ。クロコダイルを食べてたの？やばすぎる。熱帯雨林に生息していて、南米のコロンビアでは、その化石が展示されているんだぜ。キタノボアケレジュネンシスは、リアルアナコンダって感じだね。確かに、そうだな。7つ目に紹介するのは、メガロドンだ。古代の巨大サメ、メガロドンの大きさは、体長約18メートル、頭部が約 4.65 メートル、背びれが約 1.65 メートルだったと推計されているんだぜ。背びれだけで 1.65 メートルはやばすぎる。メガロドンは2300万年前から260万年前までのおよそ2000万年の間、繁栄を謳歌していたんだ。メガロドンは海洋生物の社会構造に大きな影響を与えたと考えられているんだ。化石の記録では、メガロドンが世界中に分布をしていたことを示しているんだぜ。あんな巨大なサメが世界中にいたのか。その時代に生まれてなくてよかったよ。そうだな。メガロドンは小型のクジラやアザラシ、ウミガメなどの大きな獲物を狙っていたと思われているんだ。ホホジロザメのように柔らかい下半身で獲物を襲うのではなく、メガロドンはその強力な顎で胸腔を突き破り、獲物の心臓や肺に穴を開けていたと考えられているんだ。狩りの仕方もめちゃくちゃ怖い。八つ目に紹介したのは、メガテリウムだ。メガテリウムは190万年前から8000年前頃の、南アメリカ大陸に生息していた巨大な怠け者の5円族なんだぜ。全長6から8メートル、体重3から5トンに達し、怠け者の仲間でも最大級だったんだ。こんな可愛い感じの見た目で全長6メートル以上だったんだね。そうなんだ。メガテリウムは原生種と同様におとなしい植物食動物で、葉や花、若い枝や根茎などを食べていたらしいぞ。おとなしい動物だったんだね。動きも鈍そう。霊夢の言う通り、動きこそ鈍かったと思われるが、力強い前肢には大きく鋭い鍵爪を持っていたため、これで敵に殴りかかって応戦していたと思われているんだ。また、毛の下の皮膚は多数の小さな骨板で覆われていて、肉食動物の牙や爪から身を守る鎖かたびらの役割を果たしていたんだぜ。そうだったんだ。どうして絶滅しちゃったんだろう。メガテリウムは多くの大型哺乳類と同じ時期に絶滅したんだ。最大の原因は気候変動とされてきたが、近年の推測では、ちょうど同じ時期にパナマ地境から南米大陸に進出した、ホモサピエンスの狩猟も大きく関わっていた可能性が高いんだ。ホモサピエンスがメガテリウムを食べてた可能性があるんだね。怖いもの知らずだな。まあ、ホモサピエンスはマンモスも飼ってたみたいだしな。9つ目に紹介するのは、ジャイアントモアだ。ジャイアントモアは約4万年前から15世紀のニュージーランドに生息していたんだ。全長約 3.6 メートルで、メスの方が 1.5 倍ほど大きかったそうだ。ダチョウみたいな動物だね。ああ、ジャイアントモアは地球の歴史上で最も背の高い鳥だとされているダチョウ目の動物で、体が大きく背の高い鳥として広く知られているダチョウよりもはるかに巨大な鳥だったんだぜ。そうだったんだ。体の大きさ以外の特徴はどんなものがあるの？体の大きさ以外の特徴は羽毛が長いことと、二足歩行の鳥としては唯一、翼が名残が残っていないことだ。ジャイアントモアは、木の実などの植物を食べて生活していたとされているが、飲み込んだ植物の消化を助けるために、石を飲み込みという習性があり、これを知った人間が赤く焼いた石を飲み込ませて腸が焼かれて死ぬのを待つという方法で、狩りをしていたなどという話も残っているんだぜ。かわいそうに。最後に紹介するのは、ギガントプテクスだ。絶滅した類人猿ギガントピテクスは、かなりの大きさだったんだ。化石から、身長は3メートル、体重は500キログラムほどだったとされているんだぜ。めっちゃ大きいゴリラみたいな動物だったんだね。ああ、そんな感じだ。動物にとって、大きいことは有利だよな。捕食者に食べられにくいし、食料を探す時にも広範囲をカバーできるしね。その通りだ。ギガントピテクスは、現在の中国南部にあたる熱帯雨林に、600万から900万年にわたって生息していたが、今からおよそ10万年前、更新世の後期に絶滅したんだ。絶滅した原因はわかってるの？原因は、気候が変化した中で、この類人猿の大きな体がアダになったらしいことが、新たな研究でわかったんだ。ギガントピテクスは、その大きさゆえに、大量の食料に依存していたと考えられているんだ。更新世の間に、多くの森林がサバンナの草原に変化していったんだが、ギガントピテクスにとって、単純に食料供給が不十分だったってこと？そういうことだ。体がもう少し小さかったら、なんとか生き延びられたかもしれないね。確かにな。巨大生物って言ったらシロナガスクジラって思ってたけど、たくさん巨大な生物がいたんだね。ああ、そうだぞ。
次誰かに、巨大生物といえばって聞かれたらシロナガスクジラ以外の動物を言ってみようかな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。